ボーナス、雨の行方。運が悪かったとしか言いようがない。会社を出てからすぐに雨が降り出すなんて。予報では晴れ。だから傘も持たずに家を出て、退社して少し歩いた途端、これだ。急な大雨。このタイミングで降り出すなんて、運が悪いとしか言いようがない。雨足は急に強くなり始め、やむなく俺は目に入る店へと飛び込んだ。このバーはいつも帰宅途中に見かけていたので、存在自体は知っていた。けれどこれまでに一度も中に入ることはなかった。時刻は20時手前。客は俺一人で、多分まだ店を開けたばかりなのだろう。カウンター席に座ると、それほどお酒に詳しくもないので、おすすめのウイスキーを教えてもらい、そのハイボールを注文することにした。まあでも雨降ってきたの帰りでよかったね。行きでさ、靴下までずぶ濡れになると本当にテンション下がるんだよ。一日。ずっとテンション下がる。出されたのは氷なしのハイボール。一口飲む。美味しい。ゆっくり飲むと、濡れた体も少しずつ内から温まってきた。ちびちび飲むと仕事の疲れも癒え始め、ようやく一息つけた気がする。改めて今日のことを振り返ってみると、今日は珍しく残業だった。そんな残業した時に限って、会社を出たらすぐに雨が降り始めるのだから。はぁ、まったく、なんという運のなさだ。運が悪い時ばっかり目立つから、ね、幸福なことの方が多い時って忘れちゃうよね。まあでも嘆いても仕方ない。どうせ通り雨だ。2時間ぐらいここで待てば雨も止むだろう。2時間で結構長くねえか。お酒は美味しいし、居心地も悪くない。だから2時間ぐらいあっという間だ。俺は自分に言い聞かせるようにそう思った。鈴の音が鳴り、思わず振り返ると、そこには二十歳くらいに見える、一風変わった格好の若い女性が立っていた。女性は傘を持っておらず、だが濡れた様子はない。店内をキョロキョロと見ることもなく、こちらへとまっすぐに歩いてくる。常連さんなのかもしれない。隣、いいですか？声をかけられ、俺は戸惑いながらもうなずいた。他に客っていないんじゃないか。いや、少しの間に人入ってきたのかな。わざわざ隣に座る理由とは。もちろんいいですよ。ありがとうございます。女性は俺の隣に腰掛けると、マスターにこんばんは、と声をかけ、次に何ら迷わずお酒を注文する。やはりここの常連なのだろう。お仕事帰りですか？え、はい、そうです。めっちゃフランクに話しかけてくんな。私もなんです。女性はそう言って微笑んだ。せっかくですから乾杯しませんか？え？突然そんなことを言われて戸惑ってしまったが、女性の方は乾杯を期待するようにじーっと見つめてくる。そうですね。これも何かの縁かもしれないので。ですね。では。女性は自分のグラスを持つと、体を俺の方に向ける。お疲れ様です。お疲れ様です。と、グラスを合わせて鳴らすと、少し飲む。女性はわずかにグラスを口元で傾け、手元に戻し、ふぅ、と、仕事後の安堵を思わせる吐息を見せた。
や、私今思ってること言っていいかね。壺とか浄水器とかめっちゃおすすめしてきそう。めちゃくちゃ怖いんだけど。それにしても急に降り出してきましたね。そうなんですよ、まったく。天気予報も案外当てになりません。私も傘は持っていなかったので、ちょっぴり焦りました。俺なんて結構濡れてしまって、大変だったんですよ。もしよかったら使いますか?そう言って彼女はカバンから取り出したもの、タオルを、やっぱなんか売ってくるって怖い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 。え、お化けとかじゃないよな、お酒も注文できてるし。遠慮せずに使ってもらっていいですよ。それじゃあ、俺は彼女の手からタオルを借りると、濡れた服や髪を軽く拭った。ありがとうございます。いえいえ。洗ってお返ししますので、俺はここに来るの初めてなんですが、もしかして常連さんですか?私?いえいえ、実は私も初めてなんです。初めて?いや、濡れてもいないし、初めてだし。それにしては、迷いもなく酒も注文するし、わざわざ隣に座ってくるし、すげえ親切にしてくるし。これは怖いです。本当に怖いです。私も思わず早口になってね、防衛本能がね、すげえ、訴えかけてくるんですよね。危険だと。じゃあさっきのは。あ、でも、これから常連になろうかと思ってます。彼女はそう言ってグラスを口元に運び、少し傾けた。ここのお酒、美味しいですからね。すられて俺もグラスを口に運び、少しずつ酔いが回ると、会話も弾み始め、時間はあっという間に過ぎていった。そういえば、会話が途切れると、俺は気になっていたことを聞いてみることにした。さっき入ってきた時にも思ったんだけど、傘は持っていないのに、全然濡れてないよね。え、それは、タメ口になってる。やべえ、仲良くなってる。これはまずいぞ。騙されんな。騙されんじゃないぞ、主人公。さっき数分だけ、雨が止んだ時があったんです。その時にここへ来たので。ああ、そうだったんだ。でもそれは運がいいね。実は私、突然の雨のせいで、濡れてしまったことは人生で一度もないんです。一度も?それはさすがに嘘だ。それとも冗談だろうか?きっと冗談だ。いやいや、さすがにそれはないだろう。信じてないんですか?まあでも仕方ないかもしれませんね。こうして一緒にお酒を飲んだ中ですし。わかりました。じゃあ種明かしをしましょう。ここに入会すれば、運がついて回りますよっていう、なんか契約書とかが。女性はそう言ってグラスを置くと、再び俺の方に体を向けた。実は私、少し先の未来が見えるんです。は?また冗談かと思ったが、彼女は真面目な顔をして、ふざけているようにも見えなかった。今言ったことは全部本当です。本当。はい。私は10秒後の未来、そこにいる自分を見ることができるんです。10秒後の未来。これ本当だとしてもすげえ微妙だな。てかそうだった。この話って少し不思議な話が詰まってるんだった。エピソード3がすげえ地に足ついてたからな。忘れていたよ。だからこれまで突然の雨で濡れてしまうことは、決してなかったんです。ちょ待てよ。仮に彼女が本当に未来が見えるのだとしよう。でも今、見えるのは10秒後、といったような気がしたのだ。じゃあ未来が見えるというのは本当だとしよう。だから本当のことなんです、とか。わかった。わかったから。わかってもらえたならいいです。でも今、見えるのは10秒後って言わなかった?言いましたよ。それが何か?といった具合に、彼女は首をかしげて見せた。10秒後でどうやって雨を避けるんだ?もう数十分、数時間降り続けてるんじゃ。
私が見える未来は10秒後までということですけど、それがどうかしましたか？そこで俺は気になったことを聞いてみることにした。見ることのできる未来はたった10秒後までだったら、突然の雨を避けることは無理なんじゃないのか？え、それは、お、ボロが出るかい？彼女はこの質問に対して、口を閉ざすとうつむいてしまった。まずい、変なこと聞いた。いや、こういう疑問は最もだと思うし、あ、そうか。やっぱり未来が見える、というのは彼女の設定だったのだ。でもはっきりと未来が見える、なんて言えば、明日のことを教えてよ、と聞かれて、嘘がすぐにバレてしまう。いや、明日じゃなくたって、じゃあ10分後に何が起きる？と聞かれれば、それこそすぐにボロが出てしまうだろう。だから、10秒先までの未来が見える、ということにしておけば、10秒程度では大した変化なんて起きないだろうから、ごまかしきれる。そういう魂胆なのだろう。ああ、でもきっと、彼女は冗談で言っていただけで、それをこうも指摘するのは野暮だったかもしれない。きっと今は、この人ノリが悪いな、と、そう思われているに違いない。彼女はまだうつむいたままだ。肩がわずかに震えている。もしかして怒ってる？せっかく仲良くなって、いい雰囲気にもなれたのに。謝るなら今だ。ごめん。ごめんなさい、笑っちゃって。え、これは本性出した。勘のいいガキが嫌いだよってやつ。え、うん、その、こちらこそごめん。どうして謝るんです？いや、野暮なことを言ったかな、と思ったから。野暮なこと？うん、そういう設定なんだよね。だから、そこに細かい指摘をするのは悪かったなと。設定なんかじゃないですよ。全部、本当のことです。え、本当のこと？はい。でもここまではっきりと指摘してきた方は、初めてなので。ちょっとおかしくて、笑っちゃいました。あ、でも、気になりますよね。どうして10秒後の未来しか見えないのに、これまでに突然の雨で降られたことはなかったのか。その秘密をお教えします。私が見るのは永遠の10秒先なんです。永遠の10秒後？それは一体、三年峠のへりくつみたいな、あの話？私は未来の自分を見て行動しているんです。ちょっと考えてみてください。10秒後の自分として私に見える私は、果たして何を見て行動しているのだと思いますか？ 10 秒後の未来は、さらに10秒後の未来を見ているから。で、その10秒後の未来の15秒の未来は、10秒後の未来の、そんな感じ？どん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 先を見てるから、10秒後の自分と同じ行動すれば、まあ、障害もなく、すごい健やかな、健康な、幸せな未来を送ることができるっていうこと。俺の言葉を予期していたように、彼女は俺の言葉に備わるはずだった疑問符を持つことなく先に答え、そして聞いてくる。それは、ちょっと整理しよう。彼女は10秒後が見える。確認なんだけど、10秒後の自分を見てるっていうのは、自分自身の未来の10秒後の姿が見えるってこと？そうなんです。ということは、彼女は10秒後の自分を見ている。だからなんだ？ダメだ、頭がこんがらがってきた。彼女が何を言いたいのか全然わからん。ごめん、よくわからない。そうですか。うん。でもいいです。素直なことは美徳ですから。どうも。ちょっとバカにされてないか。なんだか褒められているのかけなされているのか、酔った頭ではこれもよくわからない。それでも次に、彼
彼女は口角を上げて口を開くと説明を始めてくれた。もう一度言いますが、私は未来の自分を見て行動をしているんです。ではその10秒後の自分として、私に見える私は何を見て行動しているのか、要約すればこうです。私は常に10秒後の自分を見て行動している。それは10秒後の私も同じなんです。姿は見てるだけだよね。その10秒後の自分が見てる10秒後の自分は見ることができないんだよね。じゃあその先がどういうのを待ち受けているのかわからないかな。そしてその10秒先の私も同じように、また10秒後の私を見て、行動を決めているんです。ムカデ人間かな。だから、10秒だけ先を見る、の未来を見ることは、永遠の未来を見ることなんです。と言っても、命は有限ですけどね。制限付きだけど、まあ、便利っちゃ便利な能力かな。そう言って彼女は笑った。彼女があの時に語った説明、あれでも、それ行動できてるんだとすればさ、なんだ、朝傘を持って歩くというか、出かけることもできたんじゃないか？それに対してなるほど、と完全に合点したのは、完全に酔いが覚めた後だった。彼女の言う理屈は至極単純だった。そして、最もであり、彼女はつまり、ある意味では全能だったのだ。なぜなら彼女が、今見ることのできる10秒後の自分は、また同じように10秒後の自分を見ているのであり、さらにその自分は、またその数十秒後の自分を見ているのだから。時間の数珠つなぎのようなものだ。彼女は連続する時間のその先のその先の先まで、自分が10秒後の自分を見て行動するという理由と、その原理から、遥か先の未来までをも見通す力があるのだ。だからあの時、見ることのできる未来は、たった10秒後までだったら、突然の雨を避けることは無理なんじゃないのか。口にしたこの疑問に対する答えを、わずかながらにも理解したとき、俺は新たな疑問にも気づいていた。雨、今日中には止まないらしいよ。スマホで天気を確認すると、俺は彼女にそうつけた。そうですか。これで、人生で初めて突然の雨のせいで、濡れてしまうんじゃないの？俺はいたずら心を持って聞いてみた。そうですね。しかし彼女は予想に反して気にする素振りはしなかった。だからつい続けて聞いてしまった。未来が見えなかったってこと？いいえ、そんなことはないです。え、じゃあ一体？もうお気づきかもしれませんが、私は未来の自分を信じて行動しているに過ぎないんです。家を出るとき、10秒後の私は傘を持たずに家を出た。その時の私は今みたいに笑ってて、その理由が今になってようやく分かったっていう寸法です。これ信じてその10秒後に沿わない動きをしていたらどうなるんだ？パラドックスでも起きるのか？彼女はつまり、というかやはり。だから俺たちの出会いは必然で、先の先の彼女には、すでに見えていたんだ。そして、ある意味では今の彼女にも。
俺たちの幸せな結婚生活と、これから訪れる、その先の人生が。それは楽しいのかな？